皆さんこんばんは、ゼルダ考察の宇野と言います。緊急で動画回してます。今回は反応動画です。途中めっちゃ音割れしてます。あらかじめご了承ください。ゼルダ情報が来てないかとツイッターを毎日23時には必ずチェックするんですが、今日は1時間前に動画が公開されていたと書かれていてびっくりしました。今回はゼルダの伝説知恵の借り物についての新情報が来ていたので、それの反応動画になります。毎回ですが反応動画は語彙力を失います。このチャンネルは普段はゼルダの伝説の考察動画を投稿しているんですが、今回の映像の考察は次の動画からにします。6日の夜9時頃から生放送で皆さんともいろいろ考えたり見ていきたいと思っています。よろしくお願いします。それでは反応いきましょう。楽しめたら高評価ボタンをよろしくお願いします。ツイッターたまたま覗いたら、いきなり動画が1時間前に投稿されてたってことで、ゼルダの伝説公式さんからお知らせが届いてて、動画が2本あるらしいんで見に行きたいと思います。と思ったんですけど、なんか一つはね、前に忍大で公開された映像と全く同じみたいで、それが1時間前にも全く同じやつが投稿されたってことか。だからこのハイラルの歩き方第一編、ってやつですね。こっちの1本だけっていうことだったみたいです。2本だと思ってたら。今からちょっと初めて見てみたいと思います。いきます。めっちゃワクワクします。ポチッと。ハイラルの歩き方。ん？地図。ゼルダ姫が旅する世界をちょっとだけご紹介します。5分半。豊かな自然が織りなす大地。ハイラル。全体図。大きな平原の中心にハイラル城。おー、ハイラル城。周りには城下町が築かれて、お、なんかリンクみたいな人いるね。世界は地続きに広がり、各地にはさまざまな種族たちが暮らしています。ゾーラ族は見たよね。お、ゲルド砂漠。灼熱の砂地が広がるゲルド砂漠。砂嵐が起こる厳しい環境の中で、女性ばかりのゲルド族が暮らしています。やっぱ暑さ対策とか多分あるんだろうね。怪しい遺跡の探索もいいです。雲の。疲れた時はオアシスでの雲なのかあれ。大切です。なんだあれは。風光明媚な水源。ジャブール。ジャブー様。海ゾーラと。初めて聞く地名だね。川ゾーラ。海ゾーラ、川ゾーラ。ゾーラ族がそれぞれの里で暮らしています。おや、何やら揉めているような。揉めてたんだ。結婚とかだと思ってたら。切り立った崖と。あれ。流れ出る溶岩が行く手を阻む。あ、オルディン火山。オルディン火山なんだ。麓には人々が生活するかかりこ村がある。デスマウンテンではないんだろう。険しい山道の先にはゴロン族が暮らしています。すごい。美味しい岩を採掘しているようですが、ゼルダ姫は食べられません。 2D ゼルダでこんなにリアルなゴロン族初めてだね。入り組んだジャングル地帯。フィローネ湿原。フィローネだったんだ。やっぱデクナッツと呼ばれる奇妙な種族。デクナッツかなり新しいね。甘いものが大好物という噂も。不思議の木の実にちょっと似てるかな、種族の種類的に。大小さまざまな悩みを抱えている人と出会うことでしょう。狙われた男。冒険手帳でいつでも確認できます。おー、いいねー。ミニチャレンジ。解決してあげると、ゲルド族が進んだり、特別なアイテムをもらえるなど、いいことがあるかもしれません。あ、ゾルなんだ。やっぱりチュチュじゃないんだね。思った通りだ。各地にはシルベと呼ばれる。シルベ。僕が勝手にトラ遺跡と呼んでるやつだ。すぐに移動することができます。南の村ってあったね。あ、やっぱ瞬間移動の。そうだよね。それでもワープ地点だよね。ここら辺は当たってたね。かなり大変。そんな時は。おお、え、馬？馬に乗る。弱い魔物は蹴散らして、ちょっとした段差。すごい。どんどん進めます。すごい広そうだね。条件を達成すれば、借り物の人参で馬を行くようになります。すげえ。また。アキンドナッツ。各地でスムージーやスムージー。あ、集めた薬じゃないんだ。スムージーを作れます。組み合わせ次第で効果も様々。なんか今時な感じだね。かわいい。他にも服やアクセサリーを手に入れて装備すれば。ゾーラの水かき。アップさせたり。ああ、そういうのあるんだやっぱ。見た目を変えることができます。
見た目変えるやつやっぱあったんだ。要素女性主人公だもんね。ありそうって思ってた。起伏に富んだ大地や、あー借り物、一筋縄ではいかない洞窟など、キース、パラセル代わりみたいな。これはなんだっけ、名前忘れた。プチグラーか。しかし道を塞ぐこんな大きな岩はお借りできないし、借り物を使ってもびくともしない。どうすんだ。あ、これがモンスターか。トリーから授かったもう一つの力、ん、真空。真空？真空をするとゼルダ姫の動きに合わせて物を動かすことができます。あ、真空、シンクロってことか。埋まっているものを引き抜いたり、邪魔な敵を、もうウルトラハンドじゃんこれ。緑だし、作り出した借り物にもシンクできるので魔物を壁にして体当たりしながら、ちょっと二重螺旋になってるからゾナニウム使ってそうだね。なんかね、相手に合わせてゼルダ姫を動かすこともできます。似てるね。空を飛んだり素早く移動したりもできます。あ、借り物にも使えるっていうことか。自分が動くか相手の動きに合わせるか。かわいい、スタルチロかわいい。いつでも切り替え可能。アイデア次第でいろんな使い方ができます。すげえ、めっちゃ自由じゃん。崖登れるんだ。借り物と真空を駆使して南極を乗り越える。何あのモグラ。ゼルダ姫の旅で大事なポイントです。あんな敵いたっけ。生き物ってことか。単にモンスターとは限らないの。おガノンがついに。ハイラルの各地に突如発生した謎の叫び。ダーク系か。お、アングラーの、ルージュみたいなのいた。その謎に挑むことになるのですが、何これ。その話はまた次の機会に。やっぱ行くんだよねそっち側にね。あ、もう終わっちゃった。早いな。5分半あっという間だった。あー終わっちゃった。すごかったね。なんだ、ちょもう1回だけ、もう1回周りちょっと見させて。地図ありますよね。もう一回周りだけ見ます。ちょっとだけご紹介します。第一編、はい、豊かな自然が織りなす大地、遺跡があって、大きな平原の中心にハイラル城が、ハイラル兵、周りにはあのあれね、ゼルダ無双の無印の訓練兵と同じ。くそ、そこら辺と時代が近いってことなんだろうね多分ね。灼熱の砂地が広がるゲルド砂漠、暑さ対策みたいなのがありそう。兜かぶってるね。あ、松ぼっくりみたいなのあった。怪しい遺跡の探索もいいですが、疲れた時はオアシスでの休憩も大切です。ここカラカラバザールってことなんだろうな多分な。風光明媚なジャブール水域、ジャブール水域、地名が初めて。海ゾーラ、あ、水中にもダンジョンあるね。川ゾーラ、あー、ワクワクすんな。やりたいね早くねこれね。それぞれの里で暮らしています。おや、何やら揉めているような。揉めていると。切り立った崖、切り立った崖、ちょっとゴングル山っぽいよね。ウディン火山、麓には人々が生活するかかりこ村があり、ウルディン火山か。まあ位置的に一致してるな。でもオルディン火山って呼び名ってことは結構古い時代ってことなんだろうな。草木に覆われ入り組んだジャングル地帯、フィローネ湿 原、森の奥でデクナッツと呼ばれる奇妙な種族に出会えるでしょう。甘いものが大好物という噂も。わたあめかな。わたあめか。いろんな地域を巡る旅の途中、大小さまざまな悩みを抱えている人と出会うことでしょう。かわいいな。遺跡もたくさんありそうだね。やりたいな早く。竜巻の幽霊。旅の合間に解決してあげると物語が進んだり、特別なアイテムをもらえるなど、いいことがあるかもしれません。なんか犬の種類が初めて見るような感じだね。あんな犬種いたかな今まで。そうそうそう、前も言ったけど、あのトリーロッドがね、ゾナニウムっぽい、その上の方と下の方が色が違うっていうのがね、グラデーションで変わってくっていうのがなんかそれっぽいよね。南の海岸って書いてあった。南の湾とちょっと通ずるところあるね。それでも
あの不思議の木の実にあったよね、南の湾で。ブレワイにもあったか、南の海岸みたいな。馬に乗る。弱い魔物は蹴散らして、ちょっとした段差ならどんどん進めます。さらにある条件の、馬に乗れる 2D ゼルダって、あの4つの剣プラス以来か、それだけだったんじゃないかな今まで。またアキンドナッツが各地でスムージー屋を営んで、集めた素材でスムージーを作れます。ビリビリンゴ、うん、かわいいね。組み合わせ次第で効果も様々、きっと旅の役に立つでしょう。他にも水かきを買う、350か、うん、あ、青い薬、赤い薬あったね。アップさせたり、見た目を変えることができます。服装も3種類ぐらいあった今。これゾーラっぽいね。あ、ゾーラじゃない、ゲルド、ゲルドっぽいね。あのアルマジロみたいなモンスターなんだろうね、初めて見たよね。飛んだ大地や、あんなやついなかった気がする。一筋縄ではいかない洞窟など、キースがパラセール代わり。世界の探索には借り物の力が不可欠です。プチグラ、岩、これがシンクってやつだっけ。借物を使ってもビクともしない。そこで、うん、トリーから授かったもう一つの力、シンク。シンク。シンクをするとゼルダ姫の動きに合わせて物を動かすことができます。くっつけたりとかはできないのかな。埋まっているものを引き抜いたり、邪魔な敵を移動させたり。お、温泉あるね、あそこに。よく見たら作り出した借り物にもシンクできるので、魔物を壁にして体当たりしながら進むなんてことも。今回の映像で新しい敵いたかな。今んとこ見つかってないよな。あのアルマジロみたいなやつか、あいつぐらいか。うまく利用すれば空を飛んだり素早く移動したりもできます。あ、これこれこれだ。自分が動くか相手の動きに合わせるか、シンク中はいつでも切り替え可能。すごいね。アイデア次第でいろんな使い方ができます。借り物とシンクを駆使して南極を乗り越え、ゼルダが出したんだ。借り物でポイントです。落とし穴、ガノン、闇の世界、これ元聖地かな。突如発生した謎の裂け目、ルージュみたいな。ゼルダ姫はその謎に、ゲルド族の長だよねあれ多分。その話はまた次の機会に。知りたいな。以上か。いやー面白かったね。発売楽しみだな。はい、という感じでした。いつも通りあーとかうーとかしかほとんど言えてないですよね。6日の水曜日の夜に考察生放送をしたいと思いますけど、その前に1本考察動画を出したいとも思っています。どちらもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。